攻めの IR マーケットブレイクスルー、キャスターの山田由紀美です。コメンテーターの井上哲夫です。今回ご紹介する企業は株式会社 B ロットです。スタジオには代表取締役社長宮内誠さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。B ロットさん、会社設立は2008年の10月、はい、リーマンショックの翌月ですよね。はい、そうです。その後、上場されて6年2ヶ月でスピード上場でした。まあ、あの時に不動産の開発、それからコンサルティングという、それまでの不動産会社と違う形の会社が上場したなと思ったんですが、それやっぱり流れでしたね。その後の他の不動産会社さんの上場を見てますね。さて、拡大してきた事業ですね、じっくりとお聞きします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この後は B ロットの歩み、そして主な事業内容について詳しくお伺いします。この番組は SBI 証券の提供でお送りします。改めまして、攻めの IR マーケットブレイクスルー、今回お話をお伺いするのは株式会社 B ロット代表取締役社長宮内誠さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは B ロットの歩みを簡単にご紹介いたします。2008年不動産投資開発事業および不動産コンサルティング事業を主とした株式会社 B ロットを設立。2014年東京証券取引所マザーズに上場。2018年東京証券取引所市場第一部に上場。2019年株式会社横浜製塩の株式 50% を取得しました。宮内さん、まずはじめにお聞きしたいんですけれども、会社名の B ロット、どういった意味が込められているんでしょうか。はい、B はブレイン、脳みそですね、はい、ロットは、まあ、いろんな英語ありますけれども、あいつらとか、やつらとか、ね、連中みたいなですね、そういうスラングがあるそうです。ちょっとやんちゃな仲間という意味ですね。その2つをくっつけたつもりの言葉です。言いたいことは、まず机の上でこうブレイン、脳みそを使ってしっかり考える、何をやっていくのか計画を考える、それだけではなく現場で実践する荒々しいあいつら、この2つが合わせて初めて付加価値ってできるんじゃないかなと思ったんです。何せ我々2008年10月、はい、リーマンショックの最中に作った会社です。当時ってなんとなくこう机の上で考えている人にこう重要視されているような、そんな時代だったかと思います。いや、それだけじゃなくて現場でしっかりやっていかないとやっぱり価値って生まれないよね。そんなこう自分への戒めも含めた言葉です。まさにこう机上と現場の融合、ね、ということですかね。そうしてどういった事業を展開しているのか、主な事業内容についても教えてください。はいはいはい、不動産に関わる3つの事業を行っております。まず1つ目、我々の主力ビジネスであります不動産投資開発事業、はい、ここでは不動産の再生開発を手掛けております。2つ目が不動産の売買の仲介、はい、あるいは分譲マンションの販売自宅をしております不動産コンサルティング事業です。そして3つ目、こちらは不動産の投資顧問をしているアセットマネジメント、管理をしているプロパティマネジメント、並びに我々が所有者として賃貸業をしている不動産マネジメント事業、はい、この3つからなっております。相互に独立はしておりませんでして、うん、3つの事業をこう複合させて同じお客様に総合的なワンストップサービスをご提供する、あるいは繰り返しになりますけど3つを組み合わせて新しい事業を生み出していく、うん、そういったことを企図しております。続いてはこちらのトピックです。ここからはパフォーマンスオーバービュー、 B ロットの業績について伺っていきます。では2019年12月期の業績を振り返っていただけますでしょうか。はい、9期連続の増収増益達成、連結同期純利益は前年同期比 23.9% 増でございました。2つ目、販売用不動産残高は199億円で過去最高になっております。豊富な実績とネットワークを強みに仕入れ活動も順調でございます。3つ目、4物件同時売却、我々にとっては過去最高の取引額でございます。この取引が業績に貢献いたしました。まあ、販売手法を多様化させてプロジェクト機会の拡大を目指しております。
そして4つ目、新事業分野を開拓し既存事業との相乗効果を目指しております。おかげさまでこのように売上高、当期純利益ともに堅調に成長してきたというところでございます、はい、売上高50億円超えてから右肩上がりですよね。すごい成長力ですね、はい、次の資料をご覧ください。左から売上高、経常利益、当期純利益、直近3期の実績が記載されております、はい、特にご覧いただきたいのは一番右でございます。当期純利益の推移です、うん、伸びているんですけれども、直近で申しますと2019年12月期は前年同期比 23.9% 増えて24億2800万円となっております。赤く、まあ、書いてあるぐらいでございますので、はい、我々が一番大事にしている KPI というのがこの当期純利益になります。そうですね、不動産会社さんというと、うん、結構その年によって物件の売却が予期に移ったりすると変わりますでしょう、ここの部分、はいはい、ですので経常利益とかを、お考えになられる KPI として挙げられる企業さんも多いんですけれども、御社の場合は最終利益である当期純利益。そうですね、まあ、やはりこれが全てのこの元だと思っています、うん、はい、で特に我々年間売却している物件がせいぜい20から30ぐらい多くないんですね、うん、はい、それが、まあ、我々の不動産投資開発事業の大きな売上利益となっています、うん、はい、これをまあおっしゃられた通りコントロールしながら年間の数字を作っていくのは、うん、そんなに簡単ではありません。そうですよね、はい、こちら右下ご覧いただきたいんですけれども、はい、当期純利益の推移になります、うん、その非常にコントロールしにくいはずの B ロットの予算ではございますけれども、うんうん、この右下のグラフをご覧いただきますと薄い青が、期初予想した当期純利益の額です、はい、それに対して濃い青は当期純利益の実績になります、うん、毎期こう基礎の予想必ず上回ってきている、はい、まあ、難しい予算の中で必ず、うん、まあ、やってきた必達で予算を作り上げてきた、まあ、有言実行でやってきたということが、うん、我々としてはアピールできるポイントではないかと思っています。期中でも情報修正されたりして着地はそれよりもいいとかですね、そういった状況を、になってきましたけど、確かに基礎に比べると着地というのはこうやって確実にそれを上回ってきたってことですね。そうですね、まあ、当然今期2020年12月期についても、はい、なんとかこの28億4300万円という数字を上回るべく頑張ってまいりたいと思っております、はい、続いてはこちらのトピックです。ここからはフォーカス、 B ロットの強みや新たな取り組みに焦点を当てます。まずは事業環境を含めまして B ロットならではの強みについて詳しくお聞かせください。はい、まずは事業環境についてお話しさせていただきます、そうですね、はい、まあ、短期的には、まあ、残念ながらコロナ問題の影響というのは受けております、うん、ただ現状ですねそれほど大きな影響を受けていないという状況です、我々非常にですね、幅広い不動産を取り扱っています、うん、まあ、大きいのからちっちゃいのから場所もいろいろございますし、はい、あと用途もかなりいろいろございます。用途によってはもちろん影響のあるものもございますが、現状まだ影響を受けていない、はい、そういう用途のものもございます、まあ、分散したポートフォリオを運用しておりますので、これが功を奏している面はあると思います。また中長期的には不動産に対しては私は非常にポジティブに思っています、うん、まあ、昨年ぐらいまでですね堅調にこう推移してきた不動産市況が、まあ、コロナ問題がですね、一通り落ち着いてきたらですね、また戻ってくるというふうに思っています、はい、背景はもうズバリ資金ですね、資金余剰が大きいということだと思います、うん、まあ、世界中でこう資金が有り余っている。そうですね、また中央銀行はここまで金利、はい、金融緩和をしてますので、そうですね、余っているお金がですねどんどん増えていくということは変わらない、はい、うん、で世界中のお金が投資妙味のある投資機会を狙っているわけです、うん、そこにこう日本の不動産というのは必ず入ってくる、うん、ちょっと変な言い方ですけどリスクとリターンが、うん、まあ、合わない、リスクに対してやっぱりリターンが大きいんじゃないかというふうに思われているのが日本の不動産だと思うんです、うん、そうですね、続いて B ロットの強みについてもお聞かせください。はい、大きく言うと2つ、はい、社風としてという点とあとは事業の点として挙げさせていただきました。社風として、はい、はい、もともとそのリーマンショックの最中に生まれた会社ですから、うん、はい、会社というのは長く続かないと意味がない、成長し続けないと意味がないというふうに思っています。そう考えるとトップダウンよりはやはりボトムアップの会社だと思います、うん、まあ、そもそも私ども
私一人が会社作ったわけではなくて、はい、副社長二人と会社を作っています。その三人は今も社長副社長副社長でやっておりますし、はい、まあ、あの持ち株比率も同じぐらい、うん、そういう会社です。一人よりは三人、いや三人よりは社員全員の英知を結集した方がいい事業が生まれてくるんではないか、うん、そういうふうに思うわけです。そうするとこう例えば若い社員の提案もどんどん受け入れていく、でうまくいったら、はい、うまくいったら当然我々の利益にもなるんですけれども、うん、加えてノウハウになる、はい、そしてその社員は、まあ、プロフェッショナルになっていく、うん、うまくいかなかったら、いやこれは私が責任を取ると、はい、次やっていこう頑張ろう、うん、でこういう会社っていうのは、まあ、単にそのボトムアップなだけではなくて、はい、チャレンジできる環境だということになります。でさらに続けるとチームワークですね、うん、まあ、チャレンジをしていくようなプロジェクトがあるとすると必ず複数人で担当させるわけです。それはもちろんあの協力してプロジェクト成功するためにやっていくんですけれども、その中にはもう慣れ合いではない叱咤激励、厳しい指導もあるわけです、うん、そうしてやってきたこう非常に高いレベルのチームワーク、これを展開していく、こういった会社というのはお客様にも長く深く受け入れられてですね、結果としてさっき冒頭お伝えした、はい、長く続く成長し続ける、うん、そういう会社になっていくんではないかというふうに思っています。もう一つ、強みとしてはこう事業としての強みです。こちらございます。4点、我々の主力ビジネスである不動産投資開発事業の強みを挙げさせていただいております。まず投資範囲の広さです。投資範囲についてはまずエリアでいうと、うん、全国主要都市北海道から沖縄まであります。価格帯、うん、画面には1億円から数十億円で書いてありますけれども、もうあの100億円を超えているレベルまで、広い、うん、範囲の価格帯を取り扱っています。用途もご覧いただきますと、ビル、マンション、こういった典型的なものから、まあ、最近は納骨堂まで手掛けておりますので、うん、かなり広い範囲の不動産を取り扱っている、はい、ということは投資機会が多いということが一つ、うん、あとリスクが適切に分散されているということが一つ、はい、もう一つは流行りを追っていけるっていうことですね、うん、今この場所のこの用途のもの流行ってるよとか、はい、こういったものが我々強みの一つとして挙げております。なるほど。二つ目の強みとしてはスピード感です。我々あの大変あの人数は少ないんですけれども、経験値の高いメンバーが集まっております。もう活発な議論を行って、うん、非常に迅速な意思決定をしていく、はい、これも強みだと思っています。3つ目は価格の優位性です。商品化の企画力、これによってですね、他の方よりも高い仕入れができる、はい、高い仕入れができるってことは投資機会が多いということになります。で幸い我々さまざまな手法で不動産の価値を上げることができます。そして、結果として高い価値のものにできますから、利益もなおかつ確保ができるということになっております。そして4点目、分けあり物件の受け入れ体制です。はい、再生でもですね、難しい物件ばかりトライしています。はい、よくあのリニューアルですかと言われるんですけれども、うん、いやいやあの壊れてたら直せばいいだけです。かっこ悪かったらかっこよくすればいい、これはお金とセンスがあればできるわけです。はい、それが何らかの理由で、いや工事したいのにそこにテナントさんがいたんですみたいなことでできなかったりする、うん、はい、これを解決していくのが利益の源泉ですし、そうですね、社会的なまあ貢献にもなっているものだというふうに思っています。うん、あともう一点、銀行さんとの素晴らしい関係についてもお伝えしたいと思います。はい、資産の規模でですね、300数十億の企業なんですが、なんとあの100億円を超える規模で、うん、無担保の融資を、はい、受けることができております。コミットメントラインもあるってことですか。そうですね、全て含めまして100億円を超えるような規模です。うん、まあ、通常我々のような会社って、はい、不動産買うときにこれをこう担保に提供した上で資金を借りるのがまあ常だと思いますけれども、まあ、あの長年作り上げてきた銀行様との関係でですね、無担保の資金をかなりこう柔軟に使うことができている、これも強みだというふうに思っています。では B ロットが進めている新たな取り組みについても教えてください。はい、大きく2つお話をさせていただきます。まず左ご覧いただきますと、不動産投資型クラウドファンディングサービス事業、うん、B ロットクラウドファンディング、現在この事業を進めております。で不動産自体は当然我々がですね、投資用の不動産を用意させていただきます。その上で長年親密にお付き合いをさせていただいております株式会社 SBI 証券様の力をお借りします。その幅広い顧客層とネットワークを使って小口で不動産に投資してくださる、そういうお客様を
集めていただこうと、そういうふうに考えております。そして、まあ、新たな不動産市場をどんどん大きくしていきたいなというふうに思っております。これ実際あのクラウドファンディングと不動産っていうのは、はい、今これから本当潮流としてここ広がってきますよね。そうだと思いますね、はい、常にもう手掛け始めたあの企業さんもいらっしゃいますけれど も、 もうこれが次の柱だっていうふうに皆さん思われてますよね。そうですね、うん、特に、まあ、あのご覧いただけます通り、うん、販売面で我々最新の注意を、はい、まあ、払ったというところだと思います。まあ、お客様がたくさんいらっしゃるっていうのはそれは証券会社様の強みですけれども、うん、加えてまあコンプライアンス面、ここでもまあ最新の注意がいるというふうにまあ考えております、はい、もう一点がこのページの右にございます大型物件になります、はい、遡って昨年の12月にですね4物件、まとめて売却したとさっきちょっとお伝えしましたけれども、うん、そういう案件がございました。4物件合わせて約80億円という規模でございました。まあ、我々の売上が250億円少々でございますので、はい、その80億円のインパクトが大きかったと。そうですね、はい、4物件通常であれば1物件ずつお客様に売却していくところ、うん、まあ、4物件になると、まあ、あの価格帯も大きくなりますし、はい、用途エリアも分散しているということで機関投資家の方の目に留まったと、うん、いう取引がございました。バランスシートの買い手についてはすごいことですよね。そうですね、3分の1回したってことですもんね。あの B ロットがそれぐらい大きな規模の不動産を取り扱えるようになったのかということで、さまざまな情報をいただけるようになって、実はその3月末もうつい最近になりますけれども、こちらの写真出ておりますけれども、大阪の大型のオフィスビルの取得につながっています。2020年3月ですね、はい、でこれも我々にとって創業以来最大規模の不動産です。事業のまあ多様化もそうですし、まあ、当然安定収益としても期待できるものになっています、はい、まあ、こういった大型の不動産を取り扱えるようになったというのも我々にとっての新しい展開であったというふうに考えています。では B ロットが抱える経営課題についてもお伺いしてよろしいでしょうか。はい、ズバリ人材だと思っています、うん、人材というのは実は我々にとっての最大の強みであるんです。まあ、ノウハウの高い社員、うんうん、チャレンジ精神あふれてチームワークもある、そういった社員が集まってできている B ロットでございます、はい、じゃあそういった人材をいきなりこう増やせるか、ね、倍に、例えば倍にしろって言われてもですね、うん、そう簡単にはできないわけです、はい、で今後、まあ、将来我々 B ロットが引き続き成長していくためには、うん、この人員についてはしっかり考えていかないといけない、うん、まあ、現状まだ、既存人員のですねパワーアップレベルアップもあれば、はい、キャパシティもまだあるんで対応はできるんですが、繰り返しになりますけれども、中長期に向けてはですね、ここはもうしっかり考えていかなければいけない点だと思っています。この後は S 耳コーナー、そして今後の展望を含めさらに詳しく伺っていきます。SBI 証券から耳寄りな情報をお届けする、せーの、 S 耳コーナー。さて稲葉さん、今回のテーマは何でしょうか。今回のテーマはポイント投資についてです。加藤さんは何かポイントなど貯めていますか。はい、いろいろ貯めています。今はコンビニでも貯まりますし、携帯料金の支払いでもポイントがつくことが多いですよね。実は SBI 証券でも T ポイントが貯まるんです。それ私も最近耳にして気になっていたんです。具体的にどうやったら貯まるんですか。はい、SBI 証券では T ポイントが貯まるプログラムがあり、株の取引や投資信託を持っているだけで T ポイントがもらえるんです。例えば国内株式手数料の1.1% 分がポイントとしてもらえたり、投資信託の保有金額に応じて最大 0.2% のポイントがもらえたりするんです。そんなお得なプログラムがあるんですね。さらに貯まったポイントを使って投資信託が購入できたりするので、日常で生活で貯まったポイントを使って投資が始められます。使っていないポイントがある方には朗報ですよね。ポイントを使っての投資だと気軽に始められるかもしれないですね。投資信託は100円から購入可能ですので、100ポイントあれば投資を始めることができます。私も使っていないポイントを有効に使ってポイント投資デビューをしたいと思います。 SBI 証券から耳寄りな情報をお届けする S 耳コーナーでした。ここからはネクストアクションズ、Bロットの成長戦略、そして株主還元を中心に伺っていきます。では Bロットの次なる事業戦略について詳しく教えてください。先ほどご覧いただいた資料をもう一度ご覧いただきたいと思います、
こちら、まあ、左先ほどお伝えしたクラウドファンディング事業でございます。これは実は我々にとっては新しい不動産を取得することになるのかなというふうにも思っています。今までは例えば10億円の不動産を買っていただくようなお客様を探していたわけです。これからは例えば10万円かける何人とか100万円かける何人の方、まあ、あの小口多数の方に、まあ、こう気を引いていただけるようなそういう不動産を買っていく、我々にとっては新しい種別の不動産を買っていくということにもなります。そういった方々のニーズに応えるような不動産を作っていくっていうのもあるかもしれません、うん、という意味であの新しい不動産のこう再生開発につながっていくものではないかと思っています。もう一つ右ご覧いただきますと、お伝えいたしました通りこう大規模なオフィスを買ったという話でございます。まずあの投資範囲がそもそも広いとお伝えしましたが、はい、それぞれまだまだ広げていけるわけです、うん、以前はあの数十億って言ってたものが100億円を超えるようになってきたというのが一つございます。例えばエリアも実は広がっています、うん、こちらもそもそもエリアが非常に広いというのがですね、資料でお分かりいただけると思うんですけれども、4月1日には国内の5つ目の拠点として名古屋支社も開設しております。で名古屋近辺の物件も力を入れていくというのもございます。から用途ですね、用途もまだまだ広げられるわけです。もうあの納骨堂までですね、行くと他に用途があるのかというふうに思いなられるかもしれません。インフラファンドじゃないですけど太陽光もね、そうですね、そうですね、他にあるのっていうふうに思われるかもしれません、うん、ただまだまだ他の用途はありますし、実は新しい用途っていうのも生まれてきています、はい、例えば最近でもですね、数年前にできた新しい用途って実はあるんです。民泊、はい、こういったものって10年、うん、20年前にはなかったわけです、うん、我々すでにもう民泊のですね施設を開発いたしまして、はい、お客様に売却、こういったことまでしております、うん、今後新しい用途のものが生まれてくる、まあ、そういったアイデアも実はあるんですけれども、はい、用途的にもですね、まだまだ我々のこの分野を広げていけるんではないかなというふうに考えています。株主還元についても教えていただけますか。はい、毎期あの業績変わります、うん、この業績を見ながらで、あるいは中長期の、経営計画考えながらですね、適切に総合的に判断して、株主様に還元していきたいというふうに思っています。昨年の決算期に基づいてですね、はい、当然配当もさせていただいているんですけれども、うん、加えましてクオカードも、うん、優待としてですねお付けはさせていただいております。1単元あたり1000円のクオカードというのも付けさせていただいております。さてここで私のですね、経営指標ランキングシート、この番組で何度かご紹介いたしましたが、金融の4業種を除く東証29業種で3408社中ですね、御社の2020年2月現在のランキングが33位なんですよ。今配当のお話がありましたが DOE と配当成功からなるんですが、3408社中405位なんです。立派なんですよ。それでこちらご覧いただきますとね、この総合順位って結局このバランスがいいんですね御社。そしてこちら、これ不動産業です、はい、128社中1位なんです。おありがたいですね。1位なんですが、はい、こちらご覧ください、どれも1位取ってないんですよ。あ、なるほど。成長性、これ3年前の成長性とか去年の成長性と比較対象になるんですが、はい、3位、はい、資本利益率4位、売上高利益率36位、健在配当成功24位、それの合計で、はい、1位になるんですね。リーマンショックの翌月に会社を設立されて、こういった部分、健全配当成功にもちゃんと、経営の課題として取り組まれたっていうのはこの総合順位に出てくるってことなんですよね。素晴らしい成長を遂げられてると思います。ありがとうございます。番組に届いた質問にその場で企業にお答えいただく教えて一問一答のコーナーです。今後の M&A 事業についての指針や展望などを教えていただけますかと届いております。はい、ありがとうございます。 M&A については引き続き、こういう言い方になります、引き続き積極的にやっていきたいというふうに思っています、うん、2016年からですね、年に1件ずつまずまず大型の M&A というのを取り組んでいます、はい、でただ大きくと2種類あって、既存の事業の延長のものか、うん、事業の多様化になるものというふうに思っています、はい、じゃあどっちをやっていくのというと、うん、どっちもですね、うん、
既存の事業の、ね、まあ、伸長のためにやるということになると、単純にその不動産を持っている、不動産運営を主としているような会社を、まあ、M&A するというのが、まあ、典型的にと考えられると思います。で、大事なのは2点目の事業の多様化につながっていくようなものですね、はい、なかなか我々の不動産からすぐに飛び出そうというふうには思ってはいないんですけれども、うんうん、まあ、こんな不動産業界でも随分革新的に変化している面があります。こういったところに進出できるような、うん、事業の多様化に関わるような M&A は特にこう積極的に考えてやっていきたいなというふうに考えています。宮地さん、この度は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございます。井上さん、 B ロットの設立はリーマンショックの翌月。そうなんですよね。大変な時だったんですね。リーマンショックの後伸びた不動産の会社さんっていうのはもう決まってるんですよ。開発がうまい、それから目利きがね、スピーディーに行えるってことなんですね。それで不動産が欲しいっていうお客さん多いんで、ちゃんとそれをバリューアップした状態で収益性も高めて売るっていうことができる会社さんなんですよね。経営指標ランキングで不動産会社で1位ですよ。リーマンショックの翌月にできた会社が1位ですので、もうリーマンショックっていうことは不動産業界にとっても関係ないんですよね。そうですね、うん、そういった経験があるからなのか、どんな指標でも、まあ、動じないと言いますか、どっしり感も感じました。用途が広いっていうのはそういうポートフォリオ上の、ね、メリットがあります。今後のさらなる成長というのも注目ですね。攻めの IR マーケットブレイクスルー、次回もお楽しみに。この番組は SBI 証券の提供でお送りしました。